iPod Touch, iP Touch, iP Touch は Apple が開発、販売するフラッシュメモリを内蔵した iPod シリーズのポータブルメディアプレイヤーである。同社が発売する携帯電話端末である iPhone と同様、物理的なボタンは極力少なくし、ほとんどの操作は画面にタッチして行うという特徴を持っている。また、一般的なタッチパネルとは異なり、 マルチタッチ対応のタッチパネルを使用することにより、単に画面を触るだけではなく、複数の指を画面上で広げたり閉じたりするような操作で、画面に表示している写真などを直感的に拡大、縮小できる。また、どの程度の速度で指を動かしているかを認識し、表示している項目のスクロール速度をコントロールするなど、従来のタッチパネルにない高度な操作を可能としている。 これまでの iPod でできた音楽や動画の再生のみならず無線 LAN を通じて内蔵の iTunes で iPod Touch 単独で楽曲の購入が可能となり Safari を搭載することによってウェブサイトの閲覧を恥とするインターネット端末の役割を持つほか App Store からダウンロードしたゲームなどアプリケーションの実行機能も搭載されているモバイルデータ通信以外の iPhone との違いは GPS や電子コンパスの有無、バッテリー残量表示負荷、低電力モード使用負荷など。初代の販売当初は売り出し方の革新がなく、その後、スティーブ・ジョブズが、顧客がゲーム機として確立させてくれたと語っている。第6世代 iPod、iPod Classic、第3世代 iPod などと共に2007年9月5日、日本時間9月6日に発表された。 ラインナップは 8GB、34000円、299ドル、および 16GB、46000円、399ドル。2008年2月5日に 32GB、58800円、499ドルのモデルが追加されて3種類。色は、ブラックのみである。システム要件は、USB2.0 ポート搭載で、 1. 1 i p o d Touch 1.1は iTunes 7.6以降、2.0は iTunes 7.7以降、2.1は iTunes 8.0以降がインストールされた、Mac OS X V 10.4、10以降の Mac、または Windows XPSP2 以降、Windows Vista および Windows 7のパソコン。発売当初に搭載されていたアプリケーションは、カレンダー YouTube、時計、 計算機の4つ。2008年1月15日、日本時間出荷部により、メールマップ、株価、メモ、天気の5つが追加され、それ以前に出荷された iPod のユーザーは、1月のアップデートとして、アプリケーションを iTunes Store で購入2480円することで対応した。なお、マップと同時に、疑似 GPS も追加されたが日本は一部を除き、非対応である。 また、日本の株価は、日経平均株価と、円相場以外は表示できない。2008年7月11日に、iPhone 2.0ソフトウェアアップデート4 i イポートタッチが公開され、2.0にアップデートすることによって、アップストアへの対応、関数電卓、サファリやメールからの画像保存、iTunes のアプリケーションのデザイン変更、連絡先の検索機能強化、 日本語入力式特時の点キー採用、モーボリーム対応など、新機能を使用することができる。1月のアップデートでのアプリケーションも含まれていて、1200円でアップデートできる。こちらは7月11日以降出荷分もアップデートが必要である。2008年9月9日、第二世代 iPod Touch の登場に伴い、 ゲニュース機能の追加された iPod Touch 2.1アップデートが公開された。アップデートは2.0からは無料、1.1からは1200円。2009年3月17日、同年夏に提供される iPhone、iPod Touch の最新 OS となる iPhoneOS 3.0が発表された。iPhone は無料、iPod Touch は9.95ドルで、 アップデートできる。日本では1200円。バージョン3.0にアップデートすることにより、100以上の新機能が追加される。例えば、すべてのアプリカンにおける文章のコピーペースト、メールやメモの横書き、写真、住所録、オーディオファイル、位置情報を送信できる、MMS、全アプリケーションを対象とする検索といった機能に対応している。Bluetooth には、非対応。 2008年9月9日に第4世代アイポートなどと共に発表され、アメリカでは9月10日に発売、日本ではやや遅れ、無線乱規格の認可が下りた、数週間後に出荷された。ラインナップは 8GB、27,800円、229ドル、16GB、35,800円、299ドル、および 32GB、47,800円。 399ドルの3種類で色はブラックのみ。価格は第1世代から大幅に値下げされた。システム要件は USB2.0 ポート搭載で iTunes 8.0以降がインストールされた MacOS 10V10.410 10以降の Mac、または Windows XPSP2 以降、Windows Vista 及び Windows 7のパソコン。 iPhone OS 2.14 Touch が標準搭載されている。本モデルにソフトウェア3.0以降をインストールすることにより、Bluetooth が使用可能になる。Bluetooth では ANDP に対応した。基本的な性能は第1世代を踏襲しているが、新たに音量調節ボタンとスピーカーが搭載された。また、 ニケ iPod のワイヤレス機能も内蔵され、専用のセンサーを使用することによって、ニケ IPO のサービスを利用できる。2009年9月9日に iPod なの第5世代と共に発表された。当初 Apple による故障は、レート2009、エンド2009だったが、2010年4月8日の iPhoneOS 4.0発表イベントより第3世代となった。 32GB と 64GB モデル。ラインナップは 32GB29,800 円、64GB39,800 円の2種類だが、8GB モデルは第2世代のまま19,800円に値下げされた。新たに 64GB モデルが追加され、32GB モデルは第2世代よりも値下げされ、16GB モデルは ラインナップから消えている。色は、ブラックのみである。システム要件は、USB2.0 ポート搭載で、iTunes 9.0以降がインストールされた、Mac OS X V10.4、11以降の Mac、または Wind、Windows XPSP3、Windows Vista、Windows 7及び、Windows 8のパソコン。32GB と 64GB 両モデルは、 CPU、GPU が高速化され、メインメモリが倍増したことで、iPhone 3GS と同等の処理能力となり、音質、画質が全世代よりも改善されている以外に、Wi-Fi 接続ではこれまでよりも早く Web ページがロードされるようになっている。ただし、チップの型番は完全に同一ではない。機能は第1世代、第2世代を受け継いでいるが、 背面の鏡面に刻まれている文字の配置が変更されている。32GB と 64GB では iPhone 3GS と同じく音声コントロールが可能となり、同梱されているイヤホンはリモコンとマイクが搭載されたものに変更になった。2010年9月2日にサンフランシスコのジェバブエナセンターで開催された Apple のイベントでマルチタッチをサポートした。 iPod Nano 第6世代と iPod シャッフル l と共に発表された。発表日と同じ9月2日より予約受付開始、9月15日より Apple Store や一部の家電量販店で販売開始された。ラインナップは 8GB 2900円、32GB 27800円、64GB 36800円の3種類。 8GB モデルも使用変更されており、価格は 8GB モデルを除いて若干、値下がりしている。色は発売当初ブラックのみだったが、2011年10月5日にホワイトモデルが追加された。システム要件は、USB2.0 搭載で iTunes 10.0以降がインストールされている、MacOS 1 0 5 8以降の Mac、または、 Windows XPSP3、Windows Vista か Windows 7が搭載されたパソコンが必要であ。高解像度ディスプレイ、3.5インチ、iPhone4 と同解像度、960-640のレチナディスプレイ、Apple A4 プロセッサ、三軸ジャイロセンサーなど、iPhone4 で搭載されるようになったハードウェアが多数、加えられた。ただし、ディスプレイは、 iPhone に比べ視野角がやや狭いなどの違いがあり、iPhone4 と全く同じではない。また、本世代からカメラが搭載されるようになり、フロントカメラと背面カメラの二つを備えている。二つのカメラは 720p の HD 動画が撮影可能であり、それに伴いマイクロフォンも内蔵されるようになった。FaceTime でビデオ通話も可能となった。これによって、 iPhone 4で利用可能だった i m ビが利用可能となったため撮った動画を編集してそのまま YouTube などにアップロードすることも可能となった。一方で iPhone 3G 以降に搭載されている GPS 機能や iPhone 3GS 以降に搭載されているデジタルコンパスはこのモデルにも搭載されていない。本モデルに iOS 4.1以降をインストールすることにより、ゲームセンターが利用可能となっている。2011年10月5日にホワイトモデルが追加され、ブラックモデル、ホワイトモデルともに、iOS が iOS5 にバージョンアップされている。8GB モデルが16,800円、32GB モデルが24,800円、64GB モデルが33,800円と、 価格が引き下げられた。同時に発売された iPhone 4S とは異なり、iOS 以外の使用面でのバージョンアップはされなったため、iPhone シリーズとの差別化がより明確となった。2012年9月12日に第5世代の発表と同時に 8GB モデル、64GB モデルの取り扱いは終了し、新たに第2世代以来の 16GB モデルが追加された。 価格は 16GB モデルが16,800円、32GB モデルが2900円となった。アップルは2012年9月12日、米国時間にプレスイベントを開催し、LTE 対応の iPhone 5とともに新しい iPod Touch と iPod Nano を発表した。2012年9月14日から Apple ンラインストアで先行注文を受け付けた。 ラインナップは 32GB24,800 円 64GB33,800 円2013年5月31日に背面カメラを省略した 16GB22,800 円229ドルが追加されて3種類2014年6月26日に 16GB モデルの仕様が変更され価格は2800円199ドル 8GB モデルがラインナップから外れた。発売当初は価格は据え置きで、当面は第4世代の iPod Touch も併売された。デザインを一新し、iPod Touch では初めて5つのボディカラーが用意され、販売時点でピンク、イエロー、ブルー、シルバー、スレートの5色、Apple Online Store ではプロダクトレッドを加えた6色を用意した。 2013年9月11日には、スレートを廃止して、新色のスペースグレーを追加した。IPS 方式の4インチ、レジナディスプレイ、1136-640ピクセルを搭載しつつ、サイズは58.6、幅123.4、高さ6.1、厚さミリ、重量は8 8ムと、薄型、軽量化。 デュアルコアの A5 チップを採用し、第4世代 iPod Touch の最大2倍の処理能力を持つことで、音質、画質が第4世代と比べて改善されている。しかし、この機種までは搭載メモリーが 1GB 未満であったため、動作が重くなる問題が発生している。iOS も iOS6 にバージョンアップされ、初めて iPod で Siri も使えるようになった。 また iCloud を使った共有フォートストリームやイメス下げ、FaceTime、メール、ゲイセンターなど、iOS の主要機能をカバー。エプラミラーリングも備えているため、写真や動画、ゲームなどを大画面テレビに映し出して楽しめる。500万画素になった iSight カメラは、オートフォーカス付きで、LED フラッシュも装備。顔検出や手ブレ補正付きの HD1080? p 動画の撮影をサポートしたほか、風景に沿ってカメラを動かすだけでパノラマ写真が撮影できるパノラマも新たに搭載する。従来の30ピンドックコネクタは廃止され、小型のライトニングコネクタを装備。従来のオプションも使えるように、ライトニングマイナス30ピンアダプター、Apple オンラインストアにて3500円で販売中など用意する。ただし、 これをもってしても可能なのは電気的接続だけ。ドックコネクタを活用したサードパーティー製品で立てることはできない。バッテリー駆動時間は音楽再生で最長40時間、動画再生で最長8時間。新デザインの Apple Napaz a i r p h o びビデオ録画時などに便利なリストストラップ、一派でチュッチループが付属する。なお、 2016年6月14日、日本時間に行われた WWDC2016 で発表となった iOS12 はアップデート対象外となった。2013年5月31日に背面カメラを省略した 16GB モデルを追加した。アメリカ市場で229ドル、日本国内では22,800円で販売される。 2013年5月31日に日本国内で 32GB モデルが29,800円、64GB モデルが39,800円に価格が引き上げられた。値上げ理由は NHK などの取材でエミアスドル高による改定としている。アメリカ市場では値段は据え置かれている。2013年9月11日。 新色のスペースグレーを三十二ギガバイト、六十四ギガバイトに設定。一方、明確な発表はないもののブラック、ブラックスレートがラインナップから外れる。二千十四年六月二十六日、十六ギガバイトモデルの仕様変更。三十二ギガバイトモデル、六十四ギガバイトモデル同様、カラーバリエーションがピンク、イエロー、ブルー、シルバー、スペースグレー、 プロダクトレッドの6色に増えた。背面カメラも搭載したため、iPod、タッチループホルダーが付けられたが、iPod、タッチループ本体は付属してない。価格は全モデル値引きされ、16GB モデルが2800円、199ドル、32GB モデルが24800円、249ドル、64GB モデルが29800円、 299ドルに改定された。2015年3月10日に、為替市場の状況に応じた価格調整を理由に 16GB が22.8円 32GB か28.8円 64GB が34.8円へ値上げされた。2015年7月17日、日本時間 Apple Store にて新しい iPod Touch が発売された。 同時に新色を追加した iBot など iBot s h u フルも共に発売され、実に3年振りの新モデル発売となった。2016年6月14日、日本時間に行われた WWDC2016 で発表となった iOS10 や2017年に発表となった iOS11、そして2018年に発表となった iOS12 に唯一対する。 なお2018年現在、iOS をアップデートしている iPhone と Touch は、この世代のみとなった。ラインナップは 16GB、24,800円、32GB、29,800円、64GB、36,800円、128GB、48,800円の4種類。新たに 128GB モデルが追加され、 128GB モデルについては、Apple Store、オンラインストアと直営店でのみの販売となった。カラーは、新色、ゴールドが加わり、第5世代にあった色、イエローがなくなり、スペースグレー、ブルー、ピンクがより濃いめの色となった。カラーバリエーションは、スペースグレー、シルバー、ゴールド、ブルー、ピンク、レッドの6色である。第5世代より、 約6倍処理速度が向上した Apple A8 チップを搭載し iPort Touch では初めてとなる 64bit アーキテクチャの CPU を搭載またメモリーは 1GB を搭載したことで動作が重くなる問題は改善されておりこれによって音質画質が第5世代と比べて劇的に向上している iPort Touch ループが廃止されたものの 本体の寸法は、第5世代を踏襲しているため、そのアクセサリーを流用できる場合が多い。外観が引き継がれたのは、第2.3世代以来のことである。カメラは、5メガピクセルから iPhone5 以降と同等の8、メガピクセルとなった。ただし、採用されているレンズの明るさが異なることから、暗所での撮影能力は、iPhone5 や6より、若干劣るとの指摘ある。 iOS 8、iOS 9、iOS 10、iOS 11のいずれかがプリインストールされており、Apple Music に対応している。一方で、iPhone 5 s 以降に搭載された、Touch ID や iPhone 6以降に搭載された、レチナ HD ディスプレイは搭載されておらず、第5世代と同じく IPS 方式の4インチ、レチナディスプレイ、113-640ピクセルを搭載しており、 NFC は非搭載である。このように機能は第5世代のマイナーバージョンアップ程度の改変に止まったものの64ビットアーキテクチャの CPU 搭載とメインメモ容量増加による高速化の恩恵によってコストパフォーマンスが非常に高いモデルとなっている。2017年7月27日をもって 16GB モデルと 64GB モデルの販売を終了した。 また、32GB モデルと 128GB モデルが値下げされた。同日に iPod シャッフル l e 及び iPod なのが販売終了となったため、iPod Touch は同日現在において唯一減存する iPod モデルとなっている。基本的に従来の iPod シリーズに内蔵されている機能は全てサポートしているが、USB マスストレージ規格上の いわゆる USB メモリとしては利用不可能。内部へのアクセス、データ保存自体は iPhone Explorer などによって可能。また iTunes ストアで販売されている Air Sharing 等を使うことにより無線経由でのストレージとして使用可能。ビデオプレイリストも利用不可。音楽プレイヤーとしての基本仕様は iPod の項を参照。以下は iPod タッチオリジナルの使用や機能である。2008年3月6日に iPhone 及び iPort、タッチ向けネイティブアプリケーションソフトウェア開発キット、SDK を6月にリリース予定と発表。7月11日に iPhone2.0 と同時に App Store が公開され、アプリケーションの追加が可能となった。i p o Touch は、コンテンツ、アドレスデータ、カレンダー、曲、 写真、ビデオ、ポッドカストなどのために正常に動作しなくなることがある。この場合は異常な動作の原因と考えられるコンテンツを選択して削除すると回復することが多い。しかし、リストアなどの復帰処理を試しても回復不能となる場合もある。また、米国では発火事件、アップルは製品の故障によるものではないとしている。 フランスでは2010年8月5日にフランス政府のコンピューターセキュリティ機関セルタプロから iOS 3.1-2から4.0を搭載する iPod Touch の脆弱性も報告されている iOS 9.3-5以前を搭載した iPod Touch にブルーボンと呼ばれる Bluetooth の深刻な脆弱性があるこれは Bluetooth をオンにしているだけで勝手にデバイスを 操作される恐れがある。現時点で、第5世代以前の iPod タッチにアップデートはないので Bluetooth をオフにする以外対処方法はない。Wi-Fi における脆弱性でクラック問題が発見された。iOS11.1 で修正されるが適用できるのは第6世代のみ。詳細が公表済みなため、今後悪用した攻撃が増える恐れがある。 第五世代以前は Wi-Fi を利用すること自体にリスクが伴うことになる。iPhone と同様に Apple 非公式のファームウェアに書き換えることで Apple からの認証を受けていないアプリケーション、トウ e a クなどをインストールし動作させることができる通称 Jail Break。日本語では脱獄。しかしこの行為により Apple のサポートを受けられなくなるほかシステムが破損してしまうと 故障してしまう可能性もある。そのため、本来は推奨されない行為である。無料 Wi-Fi スポットでは、フリースポート、フォンなどが利用できる。また、個人で使用している無線 LAN に接続し、Wi-Fi を利用することができる。第一世代 iPod Touch の発売直後に、日本語版など主に2バイト文字の言語圏の Windows で、ロックの解除ができない不具合が見つかったが、 Windows 版、iTunes の開版、iBot Touch のソフトウェアアップデートにて改善した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。